はいはい、今日のナノデレは、ザ・チキルバカこの中にね、皆さんの日本の皆さんから集めたアンケートを持ってます。いや、違うね。はい、規模が入っております。はい。7人とさっさのね、ちくり箱が入ってます。まあこれはもちろん誰が書いたかわかんないけど、この中になんか入ってるちくり箱は、ちくられた時よりもなんかディスカッションっていうの、なんかさらにちょっときつい言い方になってちくられてるらしいので、皆さんちょっと心の準備していただいて。そういうのよくない。それに対して反論していいわけでしょ。そういうこと、反論していい、認めてもいいし、いやそれは違うだろうみたいな。嘘ついてるかもしんない、誰か。確かにね、嘘も入ってるかもしんない。確かに。え、な、流し誰が書いたかは分かんないけど、誰に向けて書いてるみたいなのは、ね、書いてあるらしいです。はいはいはい、はい、いきます。はい、公平。お、実は髪染めたがってるけど、ずっと黒髪だからもう染めれないと思っている。確かに染めたいとは思う。よく言ってるもんね。言って言ってそうって。なんか染めようかな。やりたい髪型とかもあるし、うんうん、あるけど被るね。もうひたす髪色は被るよ。今さら染められてもなんか新メンバーかなって。そうなるしね。そう、なんかファン的にもなんかあれじゃんっていう。貫いてきたからね。定着しちゃってるからね。しばちゃんもそれで言ったらね。いや、俺もそれで言ったらそうだよ。あー、うん、そっか。もう赤以外にしたら分かんないじゃん。で、もしさ、もしなんかみんな前向いてもらっていい、あっちカメラなんで。もし染めれるとしたら、ガチじゃん。もし染めれるとしたら、何色にしたいの？髪色？そう、髪色。ちょっと見てこっち向け。そんなずーっとこっち見なくて。極端ない。関西もすぎだ。でもなんかブルーブラックとか、 なんかちょっと黒っぽい。あ、はい、スプレーとかはなんかやればいいじゃん今度。一日限定みたいな。最近流行ってポイントカラー。ああ、いいね。ちょっとやってみたいな。はい、これね。一番のちょっと。わかりません。わかり言えないやつ。もう微妙なイメチェンね。そう、イメチェンしてきた当日にさ、なんか俺イメチェンしてきたんよ。でめっちゃ堂々って言ってきたの。どこ？まさかのここの色だ。染められること失敗したと思ったもん。これが俺の最大限の抵抗なの。俺の最大限の抵抗なの。そこでこれ以上言ったらもうね、分かるから。じゃあ次行きますか。はい。じゃん。あ、公平。突然の笑い方が爆音でビビる。確かに。分かるよね。そう。いやでもそれはね、特典会の時すら思う。あ、俺2個ぐらいに公平やってんのに、聞こえてくる。確かに。多分声がそもそも通るから。あ、そうだね。通る通る。だからなんかこうね、特典会の時にこうファンの人と喋ってたりすると、うん、なんかその会話が全部聞こえちゃってて、あのね、今日ね、なんとかだったんでしょって言われて。もう次の人もそうだね。なるほどね。通るよ。なるほど。同じ台を使えないんだもん。直せないわな。はい、次よ。通ってしまうんだね。すごいな。怖っ。ん？学外で呼んだわけじゃないよ。学外でずっとリアクションをいじられてもめげない、タフなやつ。あー、褒めてる。褒めてるじゃん。褒めてる。これちょっとチクっていいですか。俺二人にいる、二人でいるときに、あれ何すんの？マジやめて。ちょっと二人でいるときにね、ハウの真似いつもみんながやってるようにやんの。そうするとハウが結構ガチな顔で、マジやめて。言ってくるんよ。本当は嫌。本当は嫌。違う、なんかサックもね、違うん。あ、サックにやられるのは違う。ああ、愛がない。なんか同類やん。あー、ドールイじゃねえ。真似される側だから、ドールイな感じするから、サックに言われるとサックだけは嫌だ。俺は絶対これからもやり続ける。俺はやるよ。ネクス
じゃあ俺らにやられてるときは嬉しいってことで、いや、なんか別に喜んでる、逆に。じゃん、公平だ。多いな、多いな、公平、誰とは言わないが、メンバーを口説かないでほしい。何ですか、おっと、これは待って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 、どういう意味、どういう意味、ちょっと 理解が、これ一番やばいでしょ、出てきたながら、え、これは、え、何、くどかれ、どういう意味、どういう意味、え、知らん、メンバーが知らないってことはスタッフが把握してるってことになるよね。ああ、どういうこと、どういうこと、どういうこと、くどかないって、なんか思わぬ一言がそいつを勘違いさせちゃってるパターン。あー、あー、なるほどね。男としてなのか、危ないみたいな、なんか俺となんかやろうみたいな意味なのか。俺となんかビジネスやろうぜとか、なんかそういうのあるじゃん、なんかそういう引き込みの方じゃないか、ナンパって意味ですかね、今のね、うん、いい、じゃあ目つぶる、じゃあ目つぶる、目つぶって口説かれた人プチョヘンザいた、これ多分いないと思うよ、公平は見ていいんだよ、いや、うん、意外とね、いると思うよ、あ、もういいですよ、いいですよ、いいですか、はい、多分ないっす、手挙げた人いましたけど、多分ないっす。誰いたんかい、多分いましたけど、いたんかい、なんだよ、思わせぶりかよ。いや、あなたじゃん、あなたじゃん、安心すんなよ、いや、いや、じゃあもう次行くよ、シュン、あ、俺だ、本当はお兄ちゃん大好き。これさ、あの、リハーサルとかさ、なんか打ち合わせに俊平のお兄ちゃんが来ると、うん、なんか俊平は、あの、なんでお前来たの、あ、お前いいから、みたいな感じですごい冷たく言うよね、うん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 、でも実際お兄ちゃんからの情報だと、なんか俊平さ、俊さ、なんかメンバーブザーといる時、なんか冷たいけど、家だとそういうことないんだよね。違うから、優しいよな、違う、家でもそうです、なんかもう変な汗かいてきたもん。はい、ネクスト。あー、これは発表してほしい、ゆうやし、俺か、はい、すね毛の剃り方が独特。これは実際、え、すね毛なんか、でもいつも、うん、俺チクってないよ、チクってないけど怪しいの。俺なんかさ、あの、足が出る衣装の時とかさ、はいはい、足が出る撮影の時にさ、部分的に剃りますよね。ここだけ出てる時、ここだけない、そうそうそう、あるわ、そう、うん、めんどいじゃん。なんか短パン履く時だったら、うん、もうこっから上は見えないから、うん、それ以外を剃って、あとはボーボーなの。今ちょっとどういう状態か見たらいいんじゃない、うん、ちなみに、脱いでる、脱いでる、真ん中、真ん中、モザイクしてますウザビータ、あ、説明して、いやいやいや、線できとるけど結構ね。ぜひあのブザービーターのミュージックビデオの方を皆さんチェックしてみてください。ゆうやくんね、うん、ここあの時はね、ここ見えてないところは、うん、ここからここで、ここ靴下あるから、ここはボーすごいよ、ね、あの時すごいよ、ね、はい、行きましょう。シャイフ、なになになに、あ、よ、イエーイ、何、笑わないで、危険の何、危険の何、危険のいつ、イエーイ、危険の、いいっすか、いや、ごめんなさい、やめろ、ね、言わせて、うん、シャイフ、鼻息でテーブルの置いてあるもの全部映ってくるから気をつけてほしい。テーブルの置いてあるもの全部吹っ飛んでいくから気をつけてほしい。はい、あの、一個だけ言わせて、これ書いたやつ今すぐ名乗り出ろ。本当にいい加減にして。え、どういうこと、鼻息で全部吹っ飛ぶ今、あの、物とかさ、これ大体こんなの吹くやつで予測つくの、お前やろ。お前しか書かないよ、バレた、ちょっとそろそろ俺欲しいな、いつも出てない、あ、もう1回だよ、あ、2人も、千葉ちゃんも、あ、2人出てないのか、あ、来ました、お、千葉、うん、お、あ、たまにあの笑顔でサイコパス発言ビビります。うわー
何かっていうのは出てこないけど、ある、ね、あるある、うん、あの効率主義だから、あそうね、冷たいこと言うなっていう瞬間とかふわってなるけど笑ってるんだよ。そう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 、だいたいね、ほんとあの、ね、真剣な話もさ、ずっと笑顔じゃん。笑顔だからなんか冷たいよね。なんでいやいや、それは仕様なので、うん、はい、さっくんの出ないからね。いや出ないね。よくないね、今のは。いいからな。いや、シャルフ、自分で出てる。多いの、シャルフ一味だって。いや、じゃあ、一見な。もういいや。誰、チナ。味だったら味だし。一見見た目怖そうだが、実は誰よりも陽キャ。でも、寂しがり屋。あー、合ってるんだよ。待ってね、これ自分、自分じゃないの。バラバラ、自分じゃない。自分じゃない。やったね、お前。よいしょ。長そうだよ。はい。あ、またシャルフだ。お、すごいな。取り替わったよ。シャルフ、見た目は怖くて近寄りがたいけど、実は一番優しい。自分じゃないの。自分じゃないの。一応まだ読んでるから。ああ、やばいやばい。でも、ガン見されると目力は怖い。ああ、確かにね。喋っていくと分かるんだよね、優しさが。そう、初見さんはこれ怖がるよ。あ、初見さんはこんだけ俺が連続しちゃうと、俺めっちゃ自分の総評めっちゃ自分で変えないから。全部自分のね、総評でね。でいくよ。はい、サク。おお、来た来たー、さよなら。待ってた、ブザーピーターが好きって言われた時の満面の笑みが面白い。面白い。面白いってバカにされてる。どういうこと？どういうこと？俺、ブザービーターめっちゃ好きだよ。これやん。なんやそれ。これやん。何やそれ。何やそれ。何やそれ。いくぞ。次。はい。あ、俺だ。お、自分が。え？ドンキホーテでお会計できなくエピソード。お会計できなくエピソード聞いたけど何それ。え、知らん。あ、あったわ。俺も行った時だよね、多分。じゃあ、あなたですか。いいですか、はい、なんか、誰、お前か書いたの。お前か。サクとこの間、あのドンキに行って、あの一緒にメイク道具とかをね、まあまあ、買いに行ったんだよね、めっちゃ時間。あの、シュンとか来て。あで、一緒に長い時間かけて、あのめっちゃもうか、カートに入れたんよ。いっぱい、いろんなね。いっぱい入れた。で、一緒に重いもの持ちながらレジ行って、ドンって、これお願いしますって。で、お会計、これいくらになりますって言って、うん、マジカカードで。そしたらチャージ残高0円ぐらいの全然なくて、何百円はあった、何百円かな、全然払えなくて、でその時会計がなかったんだよね、現金だ。そう、現金忘れたよ、これ。えどういうこと。財布を忘れて、携帯のマジカカード出してて、財布忘れてたから、まああるでしょうと思って出したんだけど、足りないって言われたから、あ、じゃあこれあそこからやばかいそれでさ、普通現金ないんだからさ、ごめんなさい、やっぱ大丈夫ですって言えばいいのに、これ何を考えたか、なんか足りるんじゃないかって、もう1点ずつ1点ずつ、じゃあこれちょっと返却で、あ、まだ足りない、あ、じゃあこれで、あ、まだ恥ずかしい、あ、じゃあこれ、これでどうかな、恥ずかしい、あ、いやこれかーってで、結局残った2、3点ぐらい1万円ぐらい買ってた。1万円ちょっと選んでたんだけど、買ったの。これだったら買えますかってずっとやったってことでしょ。ずーっとやってる。マジで。まちゃん、はい、行きます。はい。よいしょ。お。サク。お。連続した。連続だ。ライブ終わってからの支度。本人は急いでるけど、周りから見るとスローモーション。ああ。これね。これはねですね。いやー。急いでないでしょ。言わせてください。自分の言わせてください。周りから見るとスローモーション、僕から見ると早すぎる。倍速だ。倍速。早送りなの。はい。はい。あなたたちが早すぎる。ね、さっくん。え？え、すごい。これ使った方がいいですね。うん、さっくん話長すぎる。ああ。シンプルだけど合ってる。これは正解。正解。正解はい。え、てかさ。めちゃくちゃまだ残りあるからさ、まださ、ワンチャン、なんかライブとかでやっちゃう？あ、いいね。え、なんか企
画ってことだよね、うん、はいはいはい、俺いろいろ作られててムカつくから追加したいっていい、あ、おいしい、そっか、いいね、なるほどね、なんか、ね、なんか、ね、追加しよう、追加しよう、追加しよう、ちょっと、ラブを、します。